YouTube、まっちゃんの歌のやつも、アップしときましたよ。約束してたやつ、一応、達成したやつを皆載せさん面た。白いな、あれ。いや、面白いやって、ご自分がやられたことじゃないですか。いや、なんか俺面白いな、自分でと思ってんだけど。あ、本当ですか。まあ、面白いですね。あれ、結構。今日は何日でしょうかね、2024年。今日はですね、2024年の4月の29日でございます7ね。月の29日でございますと。そうでございます。なんか、あれやな、なんか日記みたいで、こうやって綴っていくと、あれやな、俺が死んでも残るからええよな、これ。そうですね。完全に残りますね。もう、まあ、抹茶死ぬというのは置いていても、まあ、残りますね。記録されていきますので、俺状が況死とんかでも。も、このなんていうかな、動画は残ってるというか、まあ、そうですね。あまあ、らこ困ら、っ毎て、週一回やってますからね。遺言やな。遺言。まあ、そうですね。まあ、まっちゃん節の遺言でございますね。俺の遺言という感じで、まあ、これで遺言。まあ、死んでも悔いはございませんっていう感そうじですな。ね。まあ、残しておいて悪くはないと思いますけどね。なあ。で、今日はどうしましょう。地球のニュースはどうしますか、愛国。愛国くん、地球のニュース全然見てない人ですよ。相変わらず自分の緊急テーマのことばっかり、自分の AI のことばっかり緊急してるんです。すみません。ちょこっとな、オリンピック開会式とかもろもろちょろっと見てきたなんかけパど、リでしたっけ？どこですか？あれね、平和の祭典でしょ？どう見ても違うよな、あれ。利権の祭典？利権の祭典ね。利権ね。利権ね。なるほど、利面権白い。の祭典みたいな。まあね、医学だもんな、何だろう、そうだけど、立ね、憲多いよね、ほんとね。まだやんのかみたいなな。いやね、俺ね、思うんですけど、AI やっててすごく感じるんですけど、立憲のさ、立憲にとらわれてる古い人間が多すぎません？いや、俺は知らんけど。いや、ほんとにね、古い考えの人が多すぎ、ほんといにやもう。ー、ね、オリンピックっていんのかみたいな。だから、だいぶ連れてるよ。でね、ただね、まあ、それはええんやけどな、利権の祭典は祭典でええんやけど、なんちゅうん？フランスでしょ、今は、やってるの。フランスらしさがない？全く。そういうこと？なんちゅってんかな、あれ。フランス出したがないの？もう伝統文化ゼロみたいな感じ？あたりからぐらいですよ。この前が日本でしょ？文化がなしかな、なるほどあね。の辺からよ、2012年が確かロンドンやったと思うんですよ。あの辺からおかしなってますよ、やっぱり。おかしくなってるってことで開すか？会式のセレモニーなんか見てるとな、なんなんや、これは、みたいな。悪の祭典か、みたいなな。悪の際、そこまで言いますか？もう、一回振り返ってみてみ？ 2012 年のロンドンオリンピックの開会式なんか、もう、悪魔の祭典やぞ、あれ。ほんま。で、今、フランス、この前回は、日本でしょ？コロナの時はな。あれもひどかったでしょ？もう、これ日本なんかほんまに、みたいな。もう、なんか、そんな感じになってんのよ。なってコるんマーですシャリね。ズムというかな。なるほどね。本当にもうその利権に牛耳られてるというかな。もう金儲けのためにやってるというかな。まあ、なる今ほど回ちょっとね。いろいろ見てて思ったけど、あれ男と女が入り混じってるぞ。なんか女子競技の中に男出てきたりしてるからな。LGBT やないけど。まあいかんよ、ああいうのは。そう。もうその男性性器がついたやつが女性のとこ出てきてるからな。見てると、こんなん許してええんかみたいな。狂ってますよね。もう世の中狂ってるよ、ヨーロッパは。あれ見てると。日本はあそこまでいかんけどな。で、円高は順調に進んでるでしょ？ 100 ドル円は154とか153ぐらいでしょ？ね。順調に円高は進んでます。まあ、多少また円安に触れたりするけど、まあ、中長期、長期までか、中期的に見ると、間違いなく円高へ動いていきますよ。で、まあ、バイデンが、これでダメですね、ということで、カマラ・ハリスか？次、ハリス立てて頑張ってばな、民主党。で、また、ハリスが人気あるとか煽ってるやろ。一波乱、二波乱あるかな？
やっぱり大なる統領ほど選挙のね。手前ぐらいから、11月、10月ぐらいからな。ああ、どっち？だからハリスが勝ったって、トランプが勝ったって、もうなんか波乱？だからハリスが勝ったらハリスが勝ったで、また不正選挙やって言ってな、ドミニオン社のあの、集計、なんかあれやろ、集計する機械。あれを不正やとかどうやとか言うて、また内戦みたいなことになっていくやろし。トランプが勝ったらトランプが勝ったで、移民、ね、あの大量の移民なんとかせなあかんとかっていうことで、ああ、まそうですね。なた、アメリカにおる移民さんが怒り狂うやろし、どっい。ちにしてももうなんかもうぐちゃぐちゃになってまう。もう、行くべき道は一緒でしょうな、アメリカはあれな。もうまあ、一残緒で念しな、ょうちょっとね。もうどうしようもないっていうことになるんちゃうかな。ああ、もう治安も最悪な形になるんだから、今でも相当悪いけどな、アメリカは。さらにこうひどなってくると、ヨーロッパも同じようになっていくんちゃうか結局、そのな。格差の差が激しいから余計にね、本当に。ああ、で、まあ、まあ、これいつも見てる皆さん、な、現物大好きな皆さんなんで、運用は、資産運用は。で、まあ、この7月は、ちょ、6月はな、シルバーもゴールドも、本来やったらもうちょっと落ちなあかんねんけど、踏ん張っとったけど、この7月はやっぱだいぶ叩き落とされてるからな。本当ですか。あれもまあ債券ですわな。債券を、まあ、中国人もひっくるめてアメリカの債券売り急いだりとかな。そんなことやってるんで、やっぱ金が足らんようになって金銀売ってしまおうとか。で、金段取りしてっていうような形になってるけど、まあこれ長期的、これも中期的に見たら全然大丈夫ですからな。心配せん。今一時的にちょっと、売られてると、だからあれ、紙市場、ペーパーやからね、現物の市場ってそんな変わってないんですよ。物不足は。シルバーもゴールド、シルバーなんて圧倒的に物がないんでね。そこは変わってないんでね。まだ操作は、やっぱ JP モルガンもひっくるめて、まだ操作してるん違うのかな。このタワーが完全には、はず、外れ、もう外れてんねんけども、まだ踏ん張ってるから、完全に外れた時はどうなるんかっていう、すっ飛ぶっていうことになるんでしょうな。ただその後はまた全部売られるぞ。株から債券から金から銀から全部売られるわな。何から何まで。最後は一緒やからな。だから、結局金、銀、ゴールドもシルバーもね、その今のタイドル、あと対円、対ユーロ、で、上がったとか下がったって言って上がったとしても、結局それ売ったらまた円とかユーロとかドルに戻さなあかんわけですから、これ紙持っててどうすんのっていうことには最後あるんですよ。ありますね。だから、ババ抜きゲーム。ババ抜きゲーできム。るだけ紙は持ちたくないんやと。いうふうに最後はなるからな。どのなる道。ほどね。まあそれは2年半、2年ぐらいかな。どの道同じですから。何もったって。まあだから、なあ、やっぱもう、システムの中にあるものから出るというか、なんかでもトランプも面白いこと言ってるかな。仮想そうで通すね。貨、ねえ、仮想通貨盛り上げるとか、わけのわからんこと言ってるから、あれもちょっと意味がようわからんねんけど、何しようってことか。言わされてんのかもわからんけどな。言わされてるのか、そういうふうな方向に持っていきたいのか、い持っや、てじくゃる。ないと思う。結構、その、調和を図ってるんちゃう？頑張って。頑張って。こっちの言うことも聞きながら、こっちの言うことも聞きながら、やっぱ意思というか、行きたい方向は貫徹するという。その途中経過違うかな。取り込んでいこうっていうかな。まあ、と聞いてるんちゃうかな。だから、アメリカ大統領選挙はどっち転んでも大荒れですよ。もう。もう、どうにもならんことになりますわ、これ。ほんま。アメリカ発の強行ちゃうか？オリンピック。確定するの11月ですよね。そうやな。オリンピックもひっくるめても、あんないらんのちゃうんかっていうふうにならんとな、はよ。オリンピック11で覚月で醒すせけんど。とな。何変やってんわの、るんじこゃいないですつ。か、また。もうまた面白くなるかなと思いつつ、どうなるかなって感じですけど。ね。で、あと、まあ、中国人民銀行か？が利下げしたな、先週な。だから ちょっともうこれで中国はやっぱり利下げということは、もうこれ以上は持ちこたえられへんという感じになってきたんだろうな。もうちょっとなんとか金が人民元、中国国内でも回さんと、借金しててもまだ借金しててもなんとか回さんと、もうどうしようもないとこまで来てるんで、やっぱり利下げ。だから景気は悪くなりますよ、まだ。まだね、どこまで本当なんか分からんけど、まだ前年 GDP でいくと前年同月でいくと、この4月から6月の四半期が、まあ4%ぐらいは
ね、プラス4%ぐらい維持してるってこと出てるけど、それ実際は実態はそうでもないと思うと、相当厳しいもんがあると思うと、雇用なんか見てると若者あ、の。本当ですか。はうい。ん、若者の失業率やっぱり20%弱あるからな、やっぱり。18とか19やから、20%ということは、やっぱり5人に1人が失業してると、若者のな。これ、由々しき問題ですからな。うん。やっぱそれだけかなり経済傷んでるんじゃないですかね、中国も。うん。まあ、だから中国、アメリカ、共倒れって言うと、まあ、同じことですよ、いつも。欧州も一緒。で、まあ、日本も。まあ、巻き込まれんかったらええけど、巻き込まれるんやろな、やっぱり。あの調全子で部、やってるあと。らこでつながってますからね、本当ね。うん、ユーロ、ドルとはもうびっちりなんていうかな、もう絡み合ってますから全然な。関係がね、絡んでますからな、ね。うん、ルーブルみたいに外出てないからな。うん、こんだけ絡み合ってるから、やっぱりどうしても巻き込まれるわ。影響範囲は取るでしょうね、多分うね。ん、だからまあ債券がな、焦げつくっていうことですからね、国債が。うん。だからもう仕方ないわな。どっかでも、この辺もね、一回立て直さんと。仕方ないっていうところは来るでしょうそういな。うのはもう本当に昔からの縮図でなっちゃってるから、もう積みがよくまあここまで持ったよねっていうところですよね。持たしたわな。いや、まあ世界全部ですけどな。持たしたけど、やっぱり変革の時代の転換期ですからね、ちょうどね。まあよくもまあこれだけ借金積み重ねて持たしたもんですわと。でもリセットしていいんじゃないですか。もう無理やもんな、これ。きれいにリセットしていいんじゃないですかね、法定通貨の価値がなくなっていくっていうのが目に見えてるよな、今目な。に見てもますね、う。本当うん。に。うまん、ただいぶ。コインの方がまだ集めたいよね、みたいビットコインの方がね、なるな。ほどね。いや、銀か銀かな。ああ、銀の方ね。ああ、銀銀かだ。な。銀銀だ。なんか紙もらってもね、みたいな。現物があった方はね、まだねっ そていんうな感じになってきたな、こはっきり言ってな。特に日本の新しい紙幣。と。新札。面白いみたいな。昨日、久しぶりに印刷、ATM 行ったら、発行されたんですよ、これ、1000円の新札。これですよね。おもちゃみたいな。そうですね。まあ、新しいの言ったらそういうの見えるけどな。まあ、我々のこの近代史な。我々が今人生、俺56歳生きてきた中で、見た紙幣って中で、一番かっこよかったのは聖徳太子の絵描いてるやつだったけど。聖徳太子なんや。ああ、なるあれはかっこよかったぞ。ちょっと大きかったし。あれはちょっとお金みたいな感じで。そう、あれはちょっと取っときたいな、みたいな。今のやつはもう取っときたいと思わん。はなるほど。い、そんな感じでございますと。はい、まあ、何ちゅうかな。もう、何ちゅうん、その、何ちゅうかな。もう、何が正しくて、何がどうで、何が伝統で、何が文化が分からないようになってしまってるヨーロッパみたいな。もうだからなんか、コスプレやって本当な。になんか、自分を守るためにやってることが多いかなって思いますけどね、ち全ょっとヨーロッパはひどいぞ、あれ見てると。然。結も局、なんか自分をね、守るために必死になってるというか、守るためのことを、要は、すごく全面的に出してるのかなってのはありますけどね。まあ、ご先祖様から見ると、お前ら何やってんねんみたいなこと言ってた。だから、結局そこで回収してやろうと思ってる部分もあるんだろうし、そこで売り上げ立ててようと思ってる部分もあるし、それはもうどうかなって思いますけどね。そこじゃないんだけどなって思うことは多いけどですけど。さあ、今日のテーマいきましょうか。はい。もう行あ、くんですね。ちょっと最近あれやな、またなんかあれな、見る人、安定的に見る人がちょっと増えつつあるな、微妙にな。そうなんですよね。うだん。いぶおかげさまでありますね。そう、だから、もう一人の人がまた見てる。そうですね。おかげさまで見る人が増えましたね。だいぶ。はい、今日も物好きの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、本当にブランディングの極意みたいな形でですね。何？うん、そうやな。ブランドブランド化しろということで、富裕層、これはもう、前からず富裕層になりたい人へっていう形で、成功の定則はたった一つと、ブランディングの極意ということで、テーマをですね、今回は挙げさせていただいてるんですが、ブランディングといえばもう、もちろん自分の自己ブランディングというか、釣りというブランディング、ルアーだったり、釣り竿だったり、そういうブランディングをされてですね、それでもう、まっちゃんという自分自身のブランディングですよね。して、商品化して、バイアウトしたという経験を持っている。それがきっかけにね、要は不動産の方も、
買うようになったということですけど、やっぱりそのブランディング、一言で言うと、まあ、ブランディングって言われると簡単にそうに聞こえますけど、奥が深いですよね、ブランディングって。まあ、これ見てると、その自分でな、商売や、ご商売やってる人もおるし、会社経営してる人もおるやろし、まあ、事業、個人事業やな、個人事業の人もおれば会社経営してる人もおったり、あとまあ、会社員やってる人もおったりするわけでしょ。で、まあ、これから、特に今までもそうやったんやけどな、こっから先は特にもうそういう、なんていうかな、ブランドみたいな感じ。もう、まあ、いわゆるセルフブランドみたいなね。自分にしかできないこととそうか、ですよ自分ね。の会社にしかできないものとかな。そうです当たりね。前の話なんやけど、本そう来ですは。よね。だから自分自身の、その、ブランディングというのがですね、まあ、いろんなまあ、成功法則とか哲学とかありますけど、やっぱり結局のところは、その、自分の熱量だったりとか思いだったりとか強ければ強いほどそれが出るっていう傾向が強いですよね。やっぱりね。まあ、日本の場合で大きく眺めると、日本の国の場合でいくと、まあ35年前ぐらいか、バブル崩壊したわけでしょ。で、あの時に本当やったらね、やっぱね、舵切らなあかん方法っていうのは、やっぱり、輸出でもそうやし、国内需要でもそうやねんけど、まあ、ブランド力っていう方、要は付加価値の高いものを持っていかなあかんかったわけですよ、企業は本来な。まあまあそうですね。基本的に要は、付加価値が高いね、ものを単買っ価てのいか高いないもといのをけない。な、本来そうやっですたらね。それをやっていかなあかんかったんやけども、なんかわからんけど、100円ショップみたいなのがいっぱい出てきてみたりとかな、要はデフレ経済って言われたようにな、まあまあまあ、要は、お手軽のね、ものをね。要は簡単に安く作って安く売るみたいな中国でな、こればっかりやっとったわけですよ。で、今このざまっていうことですわ。結局は。まあ結局は、経済が回んなくなっちゃったら、こうなっちゃ一部そういうことをやってきた企業も結構あるけど、った。やっぱね、その規模の拡大というか、ボリュームというかな、そればっかりもやり続けてきた、安い商品。要は、金利が安いわけですから、資金調達の。金利がゼロ金利やからな、利息払わんでいいわけですから、ほぼほぼ。ね、その資金を大量に調達して、中国やとか、ベトナムやとか、ラオスやとか、ああいうとこ出て行って、ユニクロやないけど、安いもん大量に作らせて安く大量にさばくと。ね、あ、こういうことやり続けてきたらこんなことになってるんですよ。結局、結局は。だったら高い金額ものを売れば高い、要は借金をしないといけないから、結局そこで利息、あの利益、まあ、利息が生まれるから、まあ、そこがいわゆる、なんだろうな、で経ね、済発展にで、ならんとこっですからね。先はもう金利が下がることはないんですよ。まあ、ヨーロッパ、アメリカは下がってくるけどね、限りなくゼロに近いところまで。日本っていう国はこれから金利は上がっていくんですよ。ね、資金調達コストは上がっていくと。ね。で、あとはインフレ、原材料、エネルギー、こういうものが上がっていくわけやな。上がっていくってことで、ね。当然人件費も一緒に上がっていくんですね。ということは、もうデフレのそんな商売無理なんですよ、そもそもが。ね。安いのが。高付加価値、高単価で売っていくということになるな。ね。でね。俺の釣りのその会社か。ことかあれ15年ぐらい前。え、16、7年ぐらい前。え、16、7年ぐらい前にやりやしたから。でね、結局人と同じもん作って売っとってもダメなんですよ。単純なまあ話。結局自分のオリジナルのものですよね、結い局ね。や、で、限りなく普通の人は買わんもんばっか作るわけよ。な。買えるもんなら買ってみろみたいなやつな。こういう感じ？だから、要は、限りなくマーケットのちっちゃいとこですよ、狙ってんのは。でも確実にあると。ね、でもそれ日本国内の中だけで見てたら限りなくほぼないに近いけど、世界中ぐるっと見渡すとあるんやと。で、それを通うだろうと思われるやつ、どんなやつって頭の中で描くんですよ。俺の頭の中で、あ、富豪ですな、みたいな。そういうそうですなと思うかな、超富豪ですなと。ね、よし、こいつらに売るぞと決めるわけやな。で、こいつらが喜びそうなやつ作るわけよ。でしょ？そいつら普通のもん嫌やから。どうね。ただその商品にはその技術的なもんもとか実力もあり、で、その、とんがってる？究極にとんがってる？で、あとデザイン的には、なんていうかな、もう、
夜も眠れんぐらいうるうるくるぐらいのデザインする、フェラーリみたいな、ランボルギーニみたいなもんですよ。ブランド力ですね。かっそう、こで、いいそこね。へブランド力です。このブランド力の背景っていうのは、まあ、プロモーションでやってみせる。それとこれと、あとは流通させない。ニュース食べない。必要以上には絶対作らんねやと。もうプレ今、ミア趣味価で値切らをす。高、プレ趣ミ味アで切らすま価で値待ですたすね。ね。そう、だからオーダーあると1年は待たすとかな。2年待たすとも逃げるから、大体半年から1年待たすわけよ。もうとにああ、あかえくて逃げる。ね。なるほどね。そういう商品売ってたんですよな。まあだから、一般的な世の中で言うと、大体その普通の釣り竿って言ったら、まあ5万円、6万円でしょう。日本円でみたいな。それが大体まあ12万円、13万円とか、高めたら20万、30万みたいな。そういうことやってたわけさ。で、高ければ高いほど喜ぶわけよ、買い手は。みんな喜びますね、それはね。安いの買わんのよ。そうですラね。インナップいろいろあるわけな。そうですね。な、松竹梅みたいにな。でも、松のどこしか買えへんのよ、みんな。一番高いやつくれてくるわけ。だからこういうやり方しないと、うまくいかないんですよ、やっまあ、ぱうまり。くいかないですね。だって、結局だから、高い、だから、ターゲット、まあ、それこそ、いわゆる、ペルソナみたいな、専門用語で言えばそうだよね。ペルソナみたいな、自分のターゲットのイメージ、お客さんをピンポイントに決めて、そこから、その人に買いたいって言われるようにやらせるってことですもんね。だからこれからご商売なされる人とか、まあ今ご商売されててもちょっと方向転換しようかなとか、インフレの時代に合わせてな。金利も上がるしな。そういうような人らがちょっと見るのには一つのアイディアなのかなっていうのが、結局は、やっぱある程度ね、ターゲットというか、どういう人らにいくらで売るかっていうようなところをこう、ぼやっとでいいんでね、イメージせんと、結局価格競争みたいなことになってまうんですよ。結局自分、だから自分の、やっぱり自分自身の価値を高めるしかないと思うんですよ。だあかなら、ただから買いたいとかって。なんか商売やってると間違うのはな、安くしたら売れるやろうといや、う、売れない、売れない。逆に、いや、あ安るんくよ。して買うのはあるんだけど、戦略としてあるんだけど、それはあくまでも、ファンが相当数いる場合ですよ。勘違いがあるんですよ、勘違いがな。だから、我々みたいな、その小さい事業でやっていこうとするな、人たちな、これからな。は、そのマスを狙う必要ないんですよ。あれ大企業に任しとけだけの話やんか、もう。テレビで CM 打ってな。な、大量に売るみたいな。我々そこ行ったって同じようにやれんし、面白くないんでね、そんなの。だからちっちゃいとこでええんでいいから、やっぱその尖ったもんっていうかな。私のとこにしかこれできませんみたいな。だから要はその人のやっぱり自分の、やっぱり自分の付加価値だよね。そ自分の付加価値をどれだけ高めて、それを相手に提供できるかだけだう。と思提うん供できるかじゃなしに決めるんですよ、価格を。ですよね。で、ああ、はいはいはい。だから、一番まずいのはな、はい。時給計算するみたいな人。どういうこと？ いや。だから、私の時給はまあ2000円ですと。ね、6時間かかったからまあ1万円でええですと。そんなね、ことそういうし人ておるるやわつけいるよ。んだ。人気の考え方っていうかな。そういう人世の中におるんですよ。それやると そらうまくいかんよ。だから、この一つのサービスは何時間かかってやったとかっていうイメージじゃなくて、もうこれ100万で売ると決めてしまうんですよ。だからそれだけの付加価値つけな仕方ないようになってくるから、自分も勉強せなあかんし、努力せなあかんし。それをやっていかんとなかなか競争に巻き込まれる。だからね、僕ね、映像の制作会社でやってて、その時間とかで区切ることが多いので、やっぱりあんまりやんなくなったんですよね、あえてそれをね。時間でやっぱりね、算出っていうか、そのお題をこう弾くっていうよくないぞ。どうあんしまてもりメリットな低いいんで方すに引っよ張られていね。く。そうなんです。うまみがないんですよね。だ結局ね、やっぱりこっちもうまみがなければやっても意味ないじゃないですか、正直ビジネスなんだからって思います。まみというよりは、価値なのですよ。でもその価値って相対比較でしょ、金額の。そうね、はい。物々交換やったらネギなんぼみたいな話でしょ？ね、です、です。大根なんぼと買いましょうみたいなな。それ価値を高めりゃいいだけなんだ。要は設定すりゃいいんですよ。要は自分のマインドの問題だよな、そこはな。
こう同じもん売ってても5万円と10万円って並んでたらな、10万円の方がええように見えるんですよ、人間にも。あとは10万円を売る覚悟だね、話じゃないですか。それだけの話です。そんだけ。それで10万、相手に対して10万でって言い切るかどうかですよね。単純にそれだけそういなんうでことです。そういうことです。す。で、そのそ時れにで。10万円でって言い切る時のちゃんと根拠っていうのは自分の中でブランドを高めて持たないとはいけないよねってのは思いますけど。当然技術力で、あと、まあ、その、いろんなものの内容、すべてがレベルが高ないとあかんから、当然。ああ、もちろん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 。で、そこへ商品であれば美しくないといかんわな。だから、それを全部トータルでやろう思ったら、上がるんですよ、値段って。安くてできないんですよ、そもそも。で、売る数少ないでしょ？だから、もうこの商品じゃないとダメ。例えばサービスやったらあなたじゃないとダメみたいな。そういうやり方ですわな。だから最近僕も AI 関係やってるけど、やっぱり愛子だから、愛ちゃんだからって言って、やっぱり来てくれる人は多分最近一定数いるんですよ。それ本当に何だろう、やっぱりいろんなところで発信してる結果だから、少しはブランド力が出たのかなっていう、ちょっと、気持ちもありますけどね。ちょっとだけですけど。本当。だから自分のための自分に教わりたい、自分に AI を学びたいっていう人は一定数いるので、それは本当にありがたいなって思いますね、やっぱりね。やっぱそれで、でも、その結果どうなったかっていうと、やっぱり、抹茶が言うように、利益は上がるんですよ。平均に。やっぱり、その方が。だって自分営業してないですもん。営業しなくても買ってくるんですもん。やっぱりそこって、抹茶が言ってた釣りと同じじゃないですか。結局、向こうから、勝手に買わせてくれって言ってくるのと同じメカニズムだから、面白いなと思いますよ。それは、経験してて。まあ、それと、売りても買いてもストレスがかからない。かかんないですよね。だから自分に自由に言いたいこと言えますもん。やっぱまあ、り。だから、これからの、特に新しい感じの時代、これからの時代の感じっていうのは、そんな感じ、相思相愛みたいな。だから本当に恋愛と同じですよ。だから結局なんか、セールスって恋愛ってよく言うなっていうふうに教わったんですけど、僕その通りだと思ってて、ブランディングも、いわゆる自分自身を高めることなんだろうなって思うんですよね。要は、自分が磨ければ、結局自分が高まるじゃないですか。だから、ブランド力が高まるんだろうなっていう、そういう発想してるんですけど、それって正しいですよね、多分ね。あとは無理に作ろうとしない、自分を。これも、いずれね、仮面剥がれてまうからな。もうだって仮面剥がれるから、それが違和感じゃないですか。結剥がれ局たね。時にはみんな逃げていくからな。だから結局違和感が出てるってことは、もう剥がれ始めてることだから やばいんだよねって。だから、そこはもう絶対的に譲らんっていうな。そうね。だから違和感のね、本当ブランド持ってる人が違和感があるからそれが剥がれ出してる姿をよう見るんですよ、最近。そうすると、もったいねえと思うんですよね。もうちょっとね、意地張んなくていいじゃんって思うんです。本当に。だからまあ、何でもそうやねんけど、その軸がぶれたりするんで、そら、だから、要は仮面結かぶっ局てなやっとてるころとね。さ、みんなやっぱりさ、最新なものにみんな行くわけですよ。ただ、最新のものを語る資格があるかどうかの問題なんで、そこも大きいですよ、結構ね。だから軸がぶれると、やっぱりその濃いファンっていうのは離れていくからな。違和感見になるんだよられるな。からすごい。違和感になる。それが本当に違和感になるんだだからそれは最初からもう徹するってことですよ。もう最初からみんなに好かれようとしない。もう嫌われる勢いでいくぐらいの。もう一つ、それとしても、やっぱり、結局自分には正義があるし、自分だってやるべきことがあるから、それはぐいぐいいきますよね。そうやね。だから好かれようといかせんでいいんですよ。人気になろうとせんでいいんですよ、商品でも。もうある一部の人だけ喜べばいいんや。だって正直僕この理論よく前も教わってそうだなと思ったのは、100人いる中でたった5人ぐらいのファンがいればそれでいいと思ってるから、一人でもええよ。1人でもいいんだっけ、そっか。その一人のために裏切らないというよりは、結局仮面かぶって作ろうってやると、それを一人、100人のうちの一人、たった一人を裏切ることになるんですよ。化けの皮剥がれるとな。だからそれやったら最初からもう素のまま言っとくと。そのまま行って、要は、たった一人を満足させれば、それを派生するだけじゃないでそすれが次100人が200人になったら2人でしょ？か。300人だったら3人でしょ？1000人になったら10人でしょ？の1万人になったら100人でしょ？いや、日本にはこんだけしかおらんな思ったら次外国、世界100人でしょ？いやでも絶対そうっすよ。俺だって、なんか最近海外の方のコンテストにやったら、海外の方がやっぱりね、アプローチが来るの多いですもん、いっぱい。そういうだけの話ですからな、これ。そう。やっぱりおもろいなと思って、結局日本人って
て、日本人中の箱に、鳥籠に入っちゃってる人たちが多すぎるから、いや、もうちょっと外見ようねとか、世界見ようねと思うんですよね、やっぱりね。まあ、俺はな、もう次の生涯ちょっともう浄土したから、あんま世界今見てないけど。まあ、まっちゃんは今、ほら、もう、この回転しか見てないじゃないですか。いもう回や、転しか。ちょっとまた復活させたいなと思ったりしマたけジど、ですか？俺。じゃあ、俺が AI に手伝ってくださいよ。いや、ちょっと俺、世界中のやつ集めたろうが、またと思ってんいねんけやいどや、な。俺の AI 事業ちょっと手伝ってくださいよ、マッチ。いや、マッチの海 AI 外。とね、俺の場合は釣りやからな、いや、みんな。釣りでもね、釣りのシミュレーションとか AI でできますよ、多分。いや、まあ、そういうのと違うよ、全然。なんだな、まあ、そっか、まあ、いいまわ。あ、何でも言ってくれたら、まあ、いっぺんおもろいことやってあげるよ。ああ、でも俺、この前言ったやつ、前やってた X のほら、AI アバターとかそういうのあるじゃないですか。あれもやんないといけないなと思って全然やってないんですけど、やりますか、ね、まあ、だから、あれですよ。これ見てる皆さんも、まあ、なんかのご縁ですかな。まあ、まっちゃん、ちょっと、外人をこう、なんていうかな、集めるの得意やからな。まっちゃん、ちょっとなんかさ、協力してよっていうのが、これ連絡くれた。大阪で構わないんで、大阪でなんか外国人サミットみたいなさ、なんかさ、面白い企画やりましょうよ。これなんか、それだって大阪行く意味に出るんで、なんか、だから俺の知ってる連中っていうのは、そのなんかそういうんじゃなしに、まあ、なんか海行って適当にみんなでわあやるかみたいな。まあ、そっそちこだでよやればいいな、のに。こっちなんだよな、そこでやればいいわけですよ、別に。本当。そういうね。まあ、かしこまって何がサミットというよりわあ集まったら大富豪ばっかりああ、かな、もう、みんな。船の上でやるみたいな。わあ、イエーイみたいな。って感じね。わ、家もないけど。ないんだ。ないんだ。イエーイもすらないもうんみだ。んなええ年やから冷な。たいにこうやって釣ってこい。パーンみたいな、そんな感じなんだね。なるほどもうね。みんなええ年やからな、もうな。みんな元気なんですか？そういえば。元気やな、元気やけど、でまあ、も、釣りぐらい連の話やな。絡は取ってるんでしょ？え？連絡は取ってるんでしょ？世界の。向こうからは連絡くるけど、めんどくさいから無視してんねん。ひどまっいや、ちそれゃん。も普通なんですよ、俺らの中では。あ、別普通に。なんだ。そんないち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 な。そうそうないうんだ。感じなんですよ。別いいに。ね。でもなんか言語を超えて、本当世界超えてね、国超えて、こう仲良くできる関係性っていいっすね。まあ、だから、なんかほんま協力できることあると思うから、これ見てる人かな。ね。ただ、そこにこの商売したいからこんなんとか言ったら面白ない。俺はそんなつまらん話嫌いまやっちゃんが面白いと思うのは何なの？から。いやー、なんかこう、わーってやる。なんて。まあって、それさ、非言語だからやめてくれません？あのね、絶対頭固いおっちゃんことで、わーって言われても困るんですよ、多分。なんちゅうてんかな。なんて言うんですか？もうちょっと言語化していただいていいですか？なんか、まっちゃん、外人いっぱい集めて遊ぶイベントやってよ、みたいな。何出たら遊べを遊るぶ？それ釣りでしょ？釣り以外でもいいよ。あんまり好まんな、お金おんの、みんな。飽そう、きみてんるから、もう。なだから、みんなそのマネーを追っかける人が多いから、まあ、でもね、それだったらさ、まっちゃんが純粋にさ、その、釣りツアーをやるだけでいいんじゃねえのって思っちゃうけど、ここに外人さんがいて、英会話釣りとかいいんじゃないとか、フィッシング釣りとかさ。まあ何でもええけど、まあちょっといろんなエキスパートがおるからな、いろんなことやってるやつらがおるから、こんなやつちょっと紹介しとくれ。なんかフェイスブックにさ、この YouTube 出てくれって言ってさ、スカウトしてるのに出てこないよなって思ってる。いや、俺が言ってないだけよ。ああ、あーちゃんのあれか。あれ書いたんですけど、出てこないんだ。ああいう、あの感覚でやったらダメなん。どういうこと？だから、その英語を貼り付けて、正しい、ただ、ダメ変な英語やけどな。そのなんていうかビジネス文章を貼り付けてもそんな嫌なんよ、みんなもう。だから、おいお前みたいな、俺はお前、おいお前ちょっと出てこいみたいな感じ。そんな感じよ。だから俺にしかできないのよ、やっぱり。一つ文章入れんのも。これ分かってると俺と思うぞ、そう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 。難しいんだよ、そこが、本当にもう。そういうことやから、しゃあないんですよ、これは。ね。そういうふうになってるんですよ、俺の場合。だから、マッチは感覚でやるからね。向こうもそうやもん。やっぱり感覚、やっぱりね、それって、もう感覚の世界だよね。そこはまっちゃんのブランドだよ、やっぱり。だから俺がなんか感覚でなんか、ポポポってなんか AI 感とか IT とかやっちゃうのと同じ感覚の世界だよ、やっぱり。それはだね、から真似まあ、できないし、まっちゃんの持ってる、才能ですよね、本ある意味適当？当。じゃないの？約束したりもお互い時間覚えてないみたいな。
でも適当だけどさ、どっ適ち当もだ覚けえどてない。すごく思うのは、その、なんだろう、マッチはいつもほどなんですけど、なんか通常は適当じゃないですか。でも、重要なところだけはきちっとしてますよね、いつもね。どういう意味で、そなんか、やるべき、例えば YouTube もそうですけど、更新するね、日時だったりとか、でレッドラインのじに日時だったり、18時まで更新って言ってるじゃないですか。でも、要は、18時より前だったら全然更新していいよって言うんですけど、その18時過ぎるとすごく怖くなってくると、みたいな。めちゃ怒るやろ。わかるでしょ？だからそこが、その瀬戸際が、ああ、抹茶おもろいな、まあ、思えないな、おもろいなっていうのは、ていですだけからど。ブランドとして信用されるわけですから。だからそのブランドが、要は、18時より以降に公開されるのと、前公開されるのと全然違うっていうのは、ああ、そういうことなのねってのは最近思うよなんか肝心なことってそんなないですよ。な。肝心なことっていうのは裏切らないってことですから。ねえ。ただ一つですよ。肝心なことの期待を裏切らないってことなんだね。なるほそう、その商品も、それあと時間的なこともせやしな。そど。れ以外の部分では多少人間的な部分ではギャップがあった方が面白いわけですわな。なるほどね。なんかめっちゃ適当やのにめっちゃ、これだけは絶対守んねん、こいつみたいな。そう、俺びっくりしましたもん。だから、あ、そういう人なんだ、まっちゃんは、と思って。でも、そこが逆にファンになるんでしょうね、みんなね。要は、ある意味だから真面目なんすわな。そういうとこを見るとな。超真面目なんやけど、なんかふざけてるみたいな。あとはまあ大したことないやろみたいな。でもそこ一番大事だと思うぞ。まあ大事でしょうブね。ランドの話になるけど、裏切らないってことやからな。では相手の期待を裏切らないってことですもそうんです、そう。ね。それはここだ本当けにが大事絶だな対と大思い事にまなるかす。らな。さっき言ったように、マスを狙ってやるわけじゃないからな。貝がちっちゃい分だけそれは命取りになるんですよ、逆に言うと。その代わり単価も高いけどな。普通のマでもスやをっぱ別にり、マスの今の10倍つけりゃいいやっだけぱりで。言葉の中で良かったなって、やっぱり裏切らないって、相手の期待を裏切らないっていう、相手の要は、ね、期待してるところを裏切らないことが大事だっていうのは、本当その通りだよねっていうのは思う。その大前提にあるのは自分の信念を裏切らないってことですから。ああ、自分の信念ね。なる自ほど。分の信念は絶対揺らがなんと、じゃあ、信念ってどうやって作るんですか？自分で自分、信念って要はみんな言いますけど、信念って勘違いしてる人も、いるのかなってポッと思ったんですけど、まっちゃんで言う信念ってどういう意味合いの信念？言葉通り？自分が最も大事にしてる軸みたいなもんですよ。ああ、なるほどね。一つか二つだけですよ。そんな10個も20個もないから。ああ、一つか二つだけの絶対こういう軸があるわけですよ。なそうでしるほょ？ど、なるほど、なるほど、なるほど。それはどっちかっていうと、その日本みたいな国であったら伝統文化、もともと1000年、2000年前から持ち続けてきた大事なものみたいなもんですよ。要は、自分が最も譲れないところってことですか？そう、精神性のもんですよ。それを軸にして、ありますよ、それ。だから俺の釣り竿なんてあれやからな、イメージ的にはもう日本刀みたいなイメージやから。日本一家刀、二年、カタログなんか全部日本刀並んでるからな、釣り竿と一緒に。そうね。あれでしびれるわけよ、みんな。外人。日本刀か。ましあ、びれ確かてんのよ。に、釣りの人にとっては、日本刀が釣りだ、あ、間違ってないな、その例えは。確かに。え？間違ってない、その例えは。いや、でもそういうことしないんですよ、大きい会社っていうのはな。そんな冒険は。ぶっ飛んだことせえへんわけよ。だそういうことできるっていうのはちっちゃいというか、個人事業主というか、ちっちゃい会社の、なんていうかな、戦略ですよ得意ね。技というか、やりがいじゃないですか。だってできますね。発想で何でもやるぞみたいな。なるほど冒な。険するわけよな。お前、信念か。信そう念いうね。ことですよ、結局は。ああ、面白い何の商売も一緒だ、俺何やったって、多分。な。飲むようにしてる要もんは、ね。ブランディングって、要はそうね、やっぱりその信念持って、その価値、自分の価値をだけで、価値を、持たせて、こだわり持って輝かせるところってところで。むしろ逆にブランディングがない人ってどういう人なんですか？その全く逆ですよね、多分ね。売れるもんを考えてる人ですよ。商売するときに自分で会社を起こしするとかな。なんかビジネスしましょうってときに、これやったら売れるやろかとかな。そんなことやっとったら、それ難しいって。これやったら売れるでしょうかって作る、売れるもの探し。
ああ、売れ、いや、売れ物探しだったら何もないから意味ないよね。そうやろ。だって、売れるものだって、さて、その人に能力がなければ売れるものなんて作れるわけないんだからさ。違うやん。売れるもの探すっていうことは自分で何も考えてないってことやろ。ああ、そっか。自ああ、分え、は何ができるとかな。自分はそれ何がただでのきる。営業じゃん。それただの営業じゃん。要はあるパターンやねんで、でも。うん。え、だって、まあ、もちろん営業してるわけじゃないよ。僕も営業っぽいことするから、指定しないですけど、多分、それってただの営業だよね。うん。で、やったら世の中のみたいな。そんなん大きいところに食われてまうから、そんなことやったって。ていうか、もう結みん局、なだっ埋め尽て、くされてまう。まあ、資本力があれば壊れちゃいますな。そういうところはもう市場ないよ、もう。新たな市場を作らなあかんわけですから。だから自分が市場で、自分がその経済を作らないといけないですね。そうですよ。自分が経済圏作るってことやからな。自分が経済的で、そこで仕事が回るような仕組みを作らないといけないですよね。だからそんな別に世の中の売れるもん探さんでええやん、別に。ね、そうですね。もう自分がこれおもろそやぞって思うやつを、容赦ない値段で売りつけると。容赦ない値段で売りつける。なるほどね。よう、そこ、ポイントですね。容赦ない値段で売りつけるんだけど、ポイントですね。暴力的な価格な。暴力的な。まあ、でも俺のやっとった釣りのブランドの価格なんて可愛いもんやからな、はっきり言うとくけど。まあ、まあ。これ見てると、ランボルギーニ持ってる人おるか知らんけど、ランボルギーニなんてひどいからな、あれ。ほんま、あの値段の付け方。なめてんのかいうぐらいの値段付けてるからな、あれ。ああいうのがええんすよ、やっぱり。いいんだ。いいでしょ、それはもう利益率半端ないからな、あれ。1台何千万、8千万で売ったらあんなもん。まあね、確かにパーツ考え8考え千るとか万でね。売ったら1台多分、なんぼある？6千万ぐらい、5千万ぐらい利益あるんちゃうか、あれ。むちゃくちゃやろ、あれ。むちゃくちゃですね。でも、それでも世界中には買う人がおるわけですから。まあ、やっぱりブランド待なんってでしるわょうけやな。からな。売ってくれって言っても売ってくれへんからな。やっ向ぱりこうが売ってあげま自すって分選自ぶ。身にブランドをつけようってことだよね。やっぱり本当にね。売ってくださいって来るわけやろ。いやいや、お宅一回も買ったことない、初めてには売りませんみたいな。そんなアホなみたいな。ないよね。ああ、ないでなもいそない。れぐらいやらんといかんのよ、本当。いやー、そうね。これでも AI 時代でも変わんねえな、多分な。結局 AI 時代が来ようと来ようと、やっぱり自己ブランディングの自分のブランディングを高めることは絶対なくならないわけだから、むしろだ逆にから、言えばもっと大事になってくるな。商売っていうのは、売りても買いてもウィンウィンですからそうね。な。ほんと。昔のあの南ハローじゃないけどな、お客様は神様ですよって。そんで、なな。そんなわけないから。売り手は売り手で買い手選ばなあかんわけですよ。どうでしょ？買い手は買い手で売り手を選ぶんで、違和感あることは伝えないといけないんですよ。ほんで、そこに売り手は売り手で買い手選んでるわけでしょ？売る方も、こいつには売らんとかな。だから、相思相愛の関係ってなるわけでしょ？そうでしょ？その商品を気に入って、そのサービスを気に入って、どんな値段でもいいから、オタクしか無理ですっていう人と、ね、それやったら売ってあげますっていう人が手を握手するわけでしょ？相思相愛の関係じゃないですか、これ。投資投来ですこれね。裏切るというか、その信念揺らぐ行為さえせえへんかったら、ずっと続くんですよ、これ。結構ね、期待を裏切るというか、お客さんの相思相愛の状態なので、切り捨ててしまう人は多いですよね。結構ね。それを、切り捨ててしまうから結局、ちょっとダメになってる人は最近よく多く見かけますね。だから、例えばランボルギーニやったらやで。こういう一定のこういう顧客にしか売らんって決まってるわけでしょ？だそれをな、例えば8000万しようか、新車でな。で、上に上がっていく分にはいいんですよ。次1億出しました。1億5000万出しました。いや、リミテッド、まあまあ、スペシャルっていうかな、アニバーサリーの3億、5億の車出しました。これはいいんですよ、ファンにとっては。だから、いや、ミドルクラス。要は、ちょっと値段下げて、普通の人にも売ったろか、みたいな。3000万とか2000万の車出せやる、新車で。地に落ちるぞ、ランボルギーニのブランド、これで。裏切り行為やからな、これ。8000万買うてるやつからしたら。ね？それやってんのかな、ルイ・ヴィトンみたいなやつとかな。あるやろ。なんか、中間のとこにも当ててみるみたいな。エルメスなんかそんなことせえへんからな、あれ。だから、まあ、いろんなことがあんねんけど、やっぱ会社ちょっと大きくするとそうなっちゃうわな、どうしても。もうちょっと売り上げ上げなあかんとかなるから。まあ、売り上げ主義なところもありますからね。
だからどこまで信念貫くことができるか、ゲームみたいな。まあ、ゲームですわ、ゲーム。ゲームか。なるほどね。面白いぞって考えたら。やりようなんていかようんでもあるからな。本当ですね。うん。だから概念がありすぎるんさな。この商品はこの値段じゃないとダメやと思い込んでるみたいな。わかる？それは。あれすごいぞ。こびりついて、だからラーメン屋いっぱい潰れんねえからな、日本の。うん。ラーメンは800円までですって決めてるわけでしょ、ラーメン。いや、ラーメン別に1500円でもいいわけですよ。ええわけでしょ？うん。どうする？なんか知らんけど1500円にしたら客に言えるんちゃうやろかと思い込んでしまう。ブランドがあれば別に1500円だろうが2000円だろうが食べるんですよ。ブランドがないから食べないんですよ。うん、商売やってる売り手ってそういう勘違いが結構多いんですよ。うん、結局そうだよ。だから、だって、そのね、の名前で皆さん物買うじゃないですか、結局。うん。まあ、あとは自分自身のその価値を、本当は価値あんのに価値がちょっと過小評価してるみたいなところあるんちゃうかな。うん、いや、価値を価値と認めてないところもあるし、うん、価値をどうやったら価値を引き出せばいいのか分からなくなる。だから、これ、お前、あんたあれやからな、まっちゃんどうかなって、ほんま有料でもええぐらいやから、これ、ゼロやから、ね。いや、それは事実ですよ。だから事実なんですが、事実なんですが、それを、まあ、だからな、ゼロやけど、見てる人がこれぐらいの数で収まってるから、俺、別にいいんですよ。うん、これ、いっぱい見て変なやつが入ってきたら、俺、有料にしてまうから、ほんまも。変なやついっぱいアンチが来たら。あれは、これが1万再生、2万再生とか10万再生いって、変なコメントが大変だったら面倒くさいから、こう有料にバーって書いて。いや、必ず変なやつ入ってくるんですよ。それぐらいの数になると。はいはい、はい。今俺もそれクローズとしてまうからな、もう。今はこの人数やから、はい、はい。まあ、まあまあ、頑張っても1000人以下ですからね。皆さん、1000人超えないですからね。もの好きの皆さん、こんにちはってできるわけよ。うん、そういうこともあるわけな、うん。でもそれでもファン化できてますからね、うん、すごくね。そうですよ。だからこれ、もう見続けてる人は別に僕は。この間、意外とさ、まっちゃんのさパーティーほら、ね、ま、奥様のパーティーだ、奥様のパーティーの方に行った時に、意外と皆さん見てる人もいるんで多いんだなと思ってびっくりしましたけどね。個性豊かな人が、あ、見てます、ファンですみたいなこと、あ、そうですか、ありがとうございますってびっくりしました。そう、あれはだ何だっけ、何の話だったっけ、ブランド？ブランディングの話です。ブランディングそういうことですか、はい、うん、はいはい。勘違いを発散と、うん。うん。で、あとまあ、何か商売やるときな、はい、売れるもん探ししないってことですよ。何が売れるんだろうか、みたいな。自分のやり、これ面白そうやなってことやったらだけの話ですよ。その時に、だから要は、その専門家じゃない人が売れるものを探して、その売れるもので売っていこうとしてやってる時点でも違和感で、あ、これダメだと思っちゃう。そうやろ？それは絶対うまくいかないから。100% うまくいかないから。でしょ？だからそれは、ど素人でもわかるもん。だって、誰が学びてんだ、てめえからと思う。例えばよ。うん、企業の中でも家庭の中でも何でもいいけど、お掃除の手伝いとかってな、商売になるわけでしょ。ります、ね、あなたの家をお掃除しますから。ね、これでも、この掃除はこれぐらいの値段じゃないと思い込んでるから、それぐらいのことしか結局、なんか主婦が0円だっていう時点で俺は違くと思ってて。そういや、私は1日10万円で掃除しますと。うん、ね、ええわけでしょ。その代わり10万円分、10万円のレベルの掃除してあげればいいわけでしょ。うん、うん、そう。俺やったらな。ほんだらその10万円で掃除なんかしてもらいたいやつ、世の中おんのかって普通の人は思うんですよ。うん。おるんよ。いるんだよ。いっぱい。いるんだよ。そじゃなければ、夜の仕事をないですから。そう。そう。結論、夜の仕事もそういう原理だから。じゃあ、夜の仕事だろうが、5万、10万、20万の仕事があるじゃないですか。でも結局やってることは同じなんですよ、夜の仕事って。いや、まあ、10万の掃除とはちょっと違うことしたらあかんけど。まあ、置いといてですけど、まあ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 。いろんなことしてあげるけどな。まあまあまあ、それはそうだけど。犬の散歩もついてるとかな。そうそうそう。犬の散歩ついてるとか、犬の散歩もついてるとか。まあ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 、一般的にもそうですよね。そうですよね。まあ、いろんなこと、肩も揉んであげますとか、ね。まあ、いろんなこと。そんな当たり前ですよ、もう、なんかね、って感じでね。つけんねんけど、うん、そういうふうに決めるんですよ、10万取ろうかとか。一回行ったら、うんうん、ただそういうやり方が増え、なんか考えれるじゃないですか、自分の中で。だから要はとね、うん、それを、いや、一回行ったら、8000円ですと、う
で、8000、よそが8000、5000から8000、1万円でやってるから、もううちの8000、真ん中取って8000で行くぞと。ね。ってなると、枝が広がらない幅が。やってあげたいことの幅が。やりたくても8000円ができへんわけでしょ、実際。できない。いや、本当に思いますよ。だから、こほれ、ら、どこ読んでも一緒よねってなるわけやん、結局。面白いのは、その100万円の金額でやってあげられるこっちのメンタルの気持ちと、10万の気持ちが100%違いますからね、それはね。だって、余裕が違うもん、こっち側の。そうでしょ？何て言うかな、これもやってほしいですよって言われたら、いや、それもやりましょうかみたいそうなるなるなる、それな。なは。るでしょ？世の中になんか固まったんか？固まりましたね。話どこまで言っとったっけ？分からん。お金がどうのこうのってところで、お金で、ならないでしょうって話していただくぐらいですね。まあ、あなたトラブル多いですな、なんか知らんけど、コンピューター。いや、インターネットがね、最近調子が悪くてね。まあ世の中にはな、続きになるけど、法定通貨使いたくてしょうがない人いっぱいおるんですよ。もう本当。もう使わしてくれっていう人がいっぱいおる。話してくれと。そういう人らは普通のサービスとか商品飽きてるからな、もそうですね。う。ああ、求めてもないし。そうですね。はい、絶対そういそううという人が多ころ、いですね。そういうこと、そういうふうにやっていけば面白いことができるしな。なんか全然今まで自分が出会ったことないような人、お客と出会うんちゃうか、多分。出会いますね。面白い人とな。面白いとかもいろんな人と出会いますね。そういうところに経済を、そういうところで経済回すっていうような感覚にならんと。でもよく分かりましたよ。だから結局のところ、商売とはその自分の付加価値だったり、さっきの掃除の話じゃないですけど、そうですね。それも含めてありますね。そうよ。す結ぐ局できる10万誰ので価値も。の10万の価値は違いますし、結出局の張と掃除ころ、しますなんて、誰でもできるやん、すぐに。そうですね。そこですね。その代わりいっぱいサービスつけたったらええでしょ？そうですね。だから要はどれだけ付加価値をやっぱりそこに、足してあげられるかが重要だなってのはすごく感そじのためには高単価にせなしゃあないでしょ、それ。ます。もちろんもちろん。単価安かったら何もできへんわけでしょ、やりたくても。でしょ？そうでそす、れそうで10す。万円、1回って10万円やったらいろんなことやってあげれるでしょ、やってあげ別られますに。ね。ねえ、それでもまた半分利益をねたら、いろんなことやってあげるから。ほな、向こうは向こうでお客さんはお客さんってすごい喜ぶわけでしょ？そうですね。また来てね、みたいな。それ、例えば10万円でしょうか？一人でやる、一人。自一分人一で。人でな。自分一人でな。自分一人で商売すると。ね。で、サイト作ったり、SNS とかなんか、広報するでしょ？20日稼働したいなと。自分がな。20日間な。まあ、1日1組でええやん。もう1件しか行きませんと。それしか無理ですと。の売り上げ20日やったら200万やからな、もう。で、利益半分取ったら100万やからな。ね？ 1 ヶ月に1回20でしょ？顧客が。すぐできるやろ、それぐらい。できますね。いっぱいおるぞ、そんなやつ。本当に。本当にできますね、いっぱいね。話し相手だけでもええとかな。そうですね。まあ、掃除1時間でやめて、私と2時間話してくださ結い。局、相手のことを、相手がよく、求めてることを答えてあげればそれで OK なんですよね、結局のところ。簡単なことやろ。簡単なこと、相手の欲求だったり、相手が叶えたいことを満たせてあげれば、それで相手は納得して OK になるわけですよね。そうそう、だからそうやって商売考えていったら別にな、何でもできる。まあですね。俺もやりたいねんけど、俺あんまりやってる暇ないから、そのことやってる暇はやりたい。だから商売って原理原則が簡単、すごい簡単なんだけど、それを複雑化しちゃってる部分が多いってことですよね。なあ。そうね。そこはすごく感じますね。複雑構造をしてるんだろうな、みんななと思いますけど。何でもあると思うわ、もああ、ありますね。う。今の時代、出張で料理作ってくれとか。でも、それはありますよ。それぐらい自分でせえでやもと思っそれてる。は、普通に、意外とあるんですけど、あとは需要と供給のところの、需要じゃなくて、やろうとしてることが、相手の人と見つけられてマッチングができるかだけだから、マッチングさえすれば何だっていけるわけですよ。で、もう、プラスアルファは、あと、その価格の価値が相手がどれだけそれを認識して買ってくれるかの話になってるんで、そこがきちっとガッチリになれば OK かなと思いますね。まあ話変わるけど、まあ今日ちょっと参考まで皆さんにいろんな商売あるから、なあちょっと伝えてあげるけど、船あるやろ？あれそこを船ってね、
そこに牡蠣とか富士壺ってつくんよ。な、富士壺、そこにな、プロペラとかな、アジとか。ね、であれ、牡蠣とか富士壺がつくと船って走らんのよ。抵抗が大きすぎて。だから、だいたい1年に1回か半年に1回、陸に上げるんですよ、船ってね。で、牡蠣とか富士壺、いわゆる貝やな。あれを落としてきれいに掃除して、ペンキ塗り直すんですな。で、それ1年に1回か半年に1回やるんです。でも、あげる時間がないとか、まあ、今回はええかとか思うときにね、その牡蠣とか富士壺をね、潜って取ってくれる商売ってあるのよ。ダイビングスーツ着てタンク背負ってな。で、俺の方に42フィートやから、だいたい1回取るのに3時間から4時間かかるんですよ。2人で来るんですよ、2人。潜水士っていう人な。要は何？ダイビング好きですわ。ダイビング好きが高じて商売になったみたいな。で、潜って俺の船の底の貝、そのプロペラとか船の底の牡蠣とか貝をこうゴシ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 、取るわけですよ。ヘラみたいなやつでな。それ単価が3、4時間来るでしょ？10万やからな。ほんま。すマごい。ジか。そんな商売があるんでマすよ。ジで、そんな商売あるの？マあジる。で、まあ、これはやってる人は、あんねんけど、大阪府やで。一軒だけ。マジで。たった一軒。はそういう商売あるんですよ。あ。だから今結局、話聞いてたら、ね。そうね、結局さ、どう、結局そういうの作ればいいってことですよね。話聞いてたら、ダイビング、海好き、潜りすぎが高じて商売になったみたい。ああ、なるほどね。で、他何の商売してんのかって言ったら、その、なんかその、なんていうかな、鉄の杭売ったりしてるやん、湖とか海とか。あれの、その補修、潜って補修したりとか。な、あとはその映画とか、その、まあそういう、なんていうか、撮影やな。撮影の助っ人とか、水中撮影水と中とか、かね。水中カメラって、ようやってるわ、テレビで。やってます、やってまああす。いうやつとか。ああ、なるほどね。うん、そういう商売もあるんですよ。結局、商売の幅は広いから、選べよって話です。選べじゃなくて。お、大阪に一軒だけやったら入れ食いやろ。よくでもまっちゃん見つけますね、そういうとこ。見つけましたね。自分とこだけみたいな。なんで、まっちゃんどうやって見つけたんですか、それ。いや、悪いな、紹介してくれんのよ。あんまそういうとこでね、してないんですよ。もう仕事いらんから、困るから。そんなんがあるわけ。いいっすね。だからそういう、ニッチな商売って大事ですね。ニッチな商売を救うってことが大事ですね。まあ、命がけっちゃ命がけやけど、潜らなあかんからな。だなから、るほど、すごい理解しました。タンカーなんか上げられへんのですよ。そうですね。大きいタンカーってあるでしょ？そうですあね。れ、あれドックって言って、一回上げたらもう何百万、骨によっては何千万か一回上げたらな。だから、今回潜って取っといてもらおうか、みたいな。タンカー一回かき取りしたら、なるほどもね。う、3よう理解で日きましかかた。るらしい、3日な。理解できました。すごいぞ。だからそういう仕事があるんですよ。だけど探せばあるってことですよね。探せばというより探したわけじゃないやな、その人らも。自分で作ったってことでしょ、それ。さっき言ったように。なんか売れるもんないかなってやってんちゃうやろ？好きでやってると。ほんだら頼まれて潜って取ってくれと。これほんだら消化と。そういう話になってくるんですよ。そうですね。いやー、おもろいなー。だから何かがお好きでやってると、ね、何かサービス商品をやってると、これもやってくれへんかって、多分顧客から来ると思うんですよ。ほんだこれやってみようかって言ったら、そんな感じちゃうのかな。OK です、OK です。で、それ他がやってなければやってない、世の中がなにそのサービスがなければないほど、いくらでもいいよって話になるんですよ。なるほど、そうですね。いくらでもいいですからね。そういう客ばっか相手にしてる。それが商売としては幸せやろ、多分、やってて。そうですね、幸せですね。そういう話違うかな、今日のブランド化みたいな。そうで今す日ちょっとね。ビジネスっぽいから好きな人おるかな、これ。いますと、結構アクセスいくと思いますよ。ブランディングっていうのまは、たやっ今ぱ度。り、なんだろう、ブランディングの、本質って経験したことある人じゃないと分かんないから。まあ、俺は生の経験で言ってるだけやそかうだ、だらからそれがすごく大事ですよ。やっぱり、皆さん、架空の経験で言う人はいますけど、生の経験で言う人ってなかなかいないんで、もう自分でブランディングを作って、自分でブランディングを再現してる人じゃないですか、まっちゃんは。言ったっけな、俺一番高い釣り竿の値段、俺がやってた。どうでしたっけ？3本だけ作った、3本な。3本。3本。3本、世界に3本っていうのを1回作ったよ。どうなるかと思って。1、で、値い、段、い、いくらなんですか？そうそう。要は、スペシャルエディション。要は、
アニバーサリーですよ。はいはい。10周年アニバーサリーになるんですはいはい。はいはい。ね、いくら。ね。まあ、ほんで、これね、面白いから、わーってしてもらったんやけど、はい。世界で3本しか出しませんと。はい。で、この時に値段は決めなかったんです。はい。なし。なんかオークションにしてましたね、なんか。そう、オークション中か、入札制度。で、入札制度2000万か3000万でしたっけ？1500万とか。1本1500、1本1500万ぐらいが3本だ。なんか聞いた、それ。いや、俺、それ、本当に売ってへんかな、これ、と まあでも1本1500万で売ったんだったらいいじゃないですか。ね。思って。そう、1位はな、1位はな。それはオーストラリア人だけど、2位が8002位は万、大500き万くだった離れて、大きく離れて400万ぐらい。ら。それマレーシアのやつ。もうそれぐらいかな、あと同じような値段のやつがもう一人おって、それロシア人。この3本、だから上の人は1000万高く買っちゃったみたいな。まあ、でもね、それでもね。でも本人喜んでるからな、もう。これ面白いやろ？俺もびっくりしたけどな。それだけファンだってことなんでしょ？君本当にいいのって聞こうかな思うんだけど。黙って聞けなかったでしょ？ まあ、いいんじゃないですか。人にはそれなりに、それなりに人にはそれぞれの価値がありますから。そういうことなんですよ。なんで、それを覚えていただいてって感じですがね。ねえ。だから世の中って面白いんですよな。面だか白ら。いですね。面白いと思うよ、本当。要は、結局、付加価値ってそんなもんだから、金額っていうところはですね、自分でちゃんと自信持ったものを、価値が提供して、価格設定をしてくれっていうのが今日の結論ですね。まあでも本当面白いのはな、こっちからな、その1本1000万ですと決めてないわけでしょ？そうですね。向こう側に決めさせてます値から段ね。つけてくださいってやってるわけですから、そうですね。自分でつけた値段やから、それ。そうですね。なんでそんな値段つけたんか知らんけど。まあ、でもそれは抹茶のファンでもあるからじゃないですか。はい。まあそういうことでございますと。じゃあ今日もありがとうございました。もうこれでええかな、ほんだら今日は。ブランディングは OK です。そんな感じ。また来週で。はい。じゃあまたお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。